このマップな、もうちょっと広くしていいと思うんだけど。元はもっと広いマップなのになんでこんな収縮してるんだろう。なんだろう、狭いマップ人気だからみたいな。極端なんだよな。いや、シップメント19なんとかって場所もやばかったでしょ、あれ。やばい。このゲームの悪いところ全部マップ入れてる。あー、撃つ瞬間に R3 押して撃たないやつよ。いや、場所変えようか。カウンターよ。俺は立ち回りを見直しました。見直しました。今までの COD の常識的立ち回りは通用しないということを痛感してる、ブラックオプスで。単純でしょ。先に進まないことが大事だよ、 BOCW では。もう先に進んでたら死ぬんだから。ストリークをゲットしてもね、いじる暇がないんだよね。ここどうしよう。あ、ひどい。今使う、今だ。回避、死亡回避した。弾がなくなっちゃう。そっか、スカベンつけてるんだった。安心。こっちのリスはね、ここにいたら絶対負けないんだよな。ないなら攻めたくなっちゃう。あー、もう一人いた。足先に見えちゃう。ダメだ、ダメだな、こっちからはいけないな。攻めたら死ぬんだよな。どうしろって言うんだよ。待っとけ。いいえ。よし。
サイルの嵐。まあひどくないここリス見えるんだよ敵の。リスが見えちゃうのはダメだ。リスが見えるんだよ。完全に敵を前にしたらそれを撃つだろう。まあ俺は何も悪くねえぞ。このマップが悪いな。All mission goals accomplished. Kettle zone, come on home. ダメダメ。とりあえずこのまま AUG をアタッチメント全開放したい。ダメージアップとか